現在のルビアンカ刑務所ルビアンカは、現在のロシア連邦保安庁本部庁舎、過去においてはソ連国家保安委員会本部及び、KGB 管轄の刑務所として使われた、モスクワのルビアンカ広場にある黄色いレンガ造りの大きな建物である。本部の近所に、子供向け商品の百貨店、J キーミールがあるため、J キーミールの隣という因語で呼ばれることがある。 1983年改装中のルビアンカ。左半分が低い。1897年にアレクサンドル・イワノフが設計。1940年から1947年にアレクセイ州政府が増築を行っている。このネオバロック様式の建物は、もともと1898年に全ロシア保険会社の本社として建てられ、 その美しい寄席張りの床と淡い緑色の壁で有名だった。重厚さは否定され、この巨大建造物は、早朝な印象を避けた。パラディオ様式とバロック建築の特徴である、角の隅を圧倒する大きさの、極めて詳細な切り妻や中央回廊のようなものを、避け、古典主義的な正面玄関は繰り返し避けるよう、言われた。正面は三本の蛇腹状の束で水平線を、 強調した。時計は中央に設置され、正面玄関の構成物の一つとなった。ロシア革命により、ルビアンカは政府によってチェーカー本部として使うために接収された。ソビエト体制下でのロシアの上段では、建物の地下からシベリアが見えるので、ルビアンカはモスクワで一番高い建物だと言われていた。大粛清が行われている期間、ルビアンカは 内務人民委員部の人員増加のため、ますます窮屈となっていた。1940年に、ソ連で一番有名な建築家シューセフは、階層を増やし、周囲の建物を取り壊して、ルビアンカの大きさを2倍にするよう依頼された。シューセフの設計は、新ルネサンス様式を強調したものだった。しかし、戦争が勃発したのと、その他の問題で、 左正面のみ1940年代に増築されたに過ぎなかった。この左右非対称の状態は1983年にユーリアンドロポフがシューセフの設計案で左右対称の状態にするよう提案するまで変わらないままだった。ルビアンカの正面にあったチェーカーの創設者フェリックス・ジェルジンスキーの像は1958年に混流された。 ソ連の秘密警察及び対外測りごと法部を管轄する組織の名称が幾度となく変更されたにもかかわらず、その本部はずっとこの建物のままだった。この組織の長官のラブレンチー・ベリアからユーリアン・ドロップフまでこの建物の3階で、ジェルジンスキーの像を見下ろす形となった。ルビアンカの地下室の囚人は、アレクサンドル・ソルジェニーツィンは著作、収容処軍等で、 ルビアンカ収容所の状態を卓越して表していると考えた。有名な受刑者は抑留され、拷問にかけられて尋問された。彼らの中には、シドニー・ライリーやラウル・ワレンバーグ等も含まれていた。モスクワ裁判の被告人たちは、ルビアンカの形状で処刑されている。ヨシフ・スターリンの死後に、ルビアンカでの尋問は中止されたが、ルビアンカは、圧政の象徴として位置づけられ続けた。 グラスの土により赤色テロの詳細が暴露されると、大粛清犠牲者の家族らによる人権団体メモリアルにより、ソ連発の強制収容所であるソロベツキー強制収容所跡地から取った石で作ったソロベツキーの石が1990年10月30日に設置された。その位置はジェルジンスキー広場を挟んで、ジェルジンスキー像の正面に位置していた。 1991年のソ連8月クルーデター失敗の直後、共産主義の象徴だったジェルジンスキー像は撤去された。KGB の解散後、ルビャンカは後にロシア連邦保安庁本部となり、加えて KGB 博物館が大衆に公開された。1999年11月11日にルビャンカで火災が発生した。 4人の FSB 職員が怪我を負ったが、怪我は比較的軽かった。火事は後に電気配線の欠陥だと調査の結果分かった。2013年10月革命以降の赤色テロにより殺害された致命者らを検証する協会の建造がスレテンスキー修道院により許可され、10月革命100周年に当たる2017年にあるうとして完成した。 その場所は赤色テロの象徴であるルービアンカの隣である。ありがとうございます。